皆さんこんにちは。協定では今現在約1600人ほどの選手が在籍しており、そのうちの約200名ほどが女子レーサーです。そんな女子レーサーの中でもとにかく可愛いと話題になっているリジョレーサーの西岡郁美選手。今回は西岡郁美選手のこれまでの成績や SNS、 気になる恋愛事情などをご紹介していきたいと思います。まずは西岡郁美選手のプロフィールからご紹介します。名前西岡郁美、出身地徳島県、生年月日1994年11月22日、身長158センチ、体重46キロ、血液型 B 型、支部徳島支部、登録機116機、級別 B1 級。西岡郁美選手がボートレーサーを目指したきっかけは父親の影響が非常に大きいようです。もともと父親がボートレースの大ファンだったこともあり、小学校1年生の頃からボートレース丸亀に連れて行かれていたそうです。小学校1年生からボートレースなんてまさに英才教育です。小さい頃からボートレースに馴染みがあった西岡郁美選手、さらに父親にはボートレーサーになれと言われていたのだとか。その教えがあってか、高校3年生の時には変わったことがしたいと考えるようになっており、ボートレースのことが好きになっていたそうです。ボートレーサーは運動神経の良い選手が多い競技ですが、西岡郁美選手も中学高校とバスケットボール部に所属する運動神経の良い学生だったそうです。また高校時代には自ら立候補し生徒会にも所属していたのだとか。西岡郁美選手は運動ができ生徒会にも所属する学年の中心のような人物だったそうです。運動神経が良かったことと父親からの勧めによってボートレーサーになることを意識していった西岡郁美選手。実際に高校卒業後はボートレース住之江で案内役のアクアコンシェルジュとして働きながら、ボートレーサーになるために大和学校の試験を受けていました。西岡郁美選手は2015年5月19日に小島一般ボートボーイカップ1レースで初出走しました。順調なデビューを果たした西岡郁美選手でしたが、デビューから1年後の2016年3月ボートレース鳴門が改装中だったために、練習として訪れていたボートレース丸亀での練習中に右肩脱臼の大怪我を負い、約半年間を治療とリハビリに充てることとなってしまいます。その後2016年9月に復帰しましたが、そこから本来の力を取り戻すことにかなり苦労されたそうです。ちなみに西岡郁美選手はこの期間に競馬を好きになったようです。好きな騎手は戸崎啓太騎手、浜中傑騎手だそうです。 SNS でもよく競馬の話をしてるので、よほど競馬が好きなのだと思います。そして西岡郁美選手の初勝利は2017年6月5日ボートレース常滑で開催された一般戦シリーズ第3戦常滑シンデレラキャップの5日目1レースでした。デビュー後2年の時を経て得た勝利は1コースでのギリギリの勝利となりました。初勝利のタイミングとしてはボートレース選手としてはかなり遅い部類になってしまいましたが、この初勝利の後はコンスタントに勝利を重ねていきます。西岡郁美選手の優勝歴について調べてみましたが、今のところ優勝歴はありませんでした。最近はメキメキと実力もつけている選手なので、近い将来女子レーサーを引っ張る存在になっていると思います。実は西岡郁美選手が協定ファンから注目されるようになった一つの要因でもあるのが、妹の西岡成美選手も同じくボートレーサーということです。西岡成美選手は西岡郁美選手の2歳下の妹として2018年11月26日にボートレース鳴門でデビューし、支部は姉と同じく徳島支部に所属しています。四国初の姉妹ボートレーサーの誕生に新聞などでも大きく取り上げられ、美人姉妹レーサーとして大きな話題を集めました。これによってお互いに知名度も一気に上がり、競艇ファンの中でも西岡姉妹は一躍有名になりました。
西岡成美選手もオートレーサーになったきっかけは同様に父親の影響だと言っていましたが、姉がボートレーサーになったことも大きく影響を与えていることは間違いありません。姉がボートレース選手、父がボートレースファンということもあり、妹の西岡成美選手もボートレース選手を目指したそうです。西岡成美選手は大和協定学校の入学試験に4回失敗してしまいましたが、5回目で合格することができました。何度失敗してもチャレンジし続ける非常にガッツのある人だと思います。また西岡郁美選手の同期には28名の選手がいます。同期の選手の中だと新田由里選手と非常に仲が良く、プライベートでもよく遊んでいるほどだそうです。獲得賞金について調べたところ、2019年は約915万円、2020年は約940万円でした。少しずつ実力が上がってきていることがわかります。ここからは皆さんが気になっているであろうプライベートな一面に迫っていきたいと思います。女子ボートレーサーはよくイベントなどでコスプレをしている人も多いのですが、西岡郁美選手はボートレーサーになる前からコスプレが好きだったようで、自身で衣装を手作りするほどのコスプレが好きだそうです。コスプレをし始めたのは高校2年生の時からのようで、イベントなどでも自ら志願してコスプレをしてくれたりと、積極的にボートレースの発展にも尽力しています。こんな可愛い子がコスプレなんてしていたら、それはファンからしたらたまらないですよね。気になる彼氏や結婚事情について調べてみましたが、今現在彼氏や結婚についての情報は出てきませんでした。ちなみに西岡郁美選手のファーストキスは高校2年生の時に付き合っていた男性と、駅の裏の木材が積み上がっているところに隠れて路上キスしたのがファーストキスだそうです。西岡郁美選手はインスタグラムをやっており、インスタグラムでは生配信や投稿も頻繁に行っているため、ファンからは試合では見れない西岡郁美選手の一面が垣間見えると非常に人気になっています。西岡郁美選手はツイッターもやっています。ですがインスタグラムほどの更新頻度はないので、現在メインで活用しているのはインスタグラムの方かもしれません。インスタグラムとツイッターのフォロワー数は共に2万人を超えています。これはボートレーサーの中でもかなり多い方ではないでしょうか。西岡郁美選手はボートレーサーの中でもひときわ多趣味であることが SNS からわかります。どんな趣味があるのか、いくつかピックアップしてご紹介します。一つ目の趣味はゲームです。峰竜太選手がゲームの大会を主催するほどのゲーム好きだったり、その峰竜太選手と一緒にゲームする石野貴之選手がいたりと、ボートレーサーにはゲーム好きが多いですが、西岡郁美選手もゲーム好きの一人です。自身の SNS では人気ゲームApex Legendsのプレイ動画を上げていたり、ゲームショップにお出かけした報告をしていたりと、かなりのゲーム好きであることがわかります。2つ目の趣味はゴルフです。学生時代からバスケットボールをしていた西岡郁美選手ですが、現在でもスポーツが好きなことに変わりはなく、最近ではゴルフにもハマっているそうです。まだまだ初心者という西岡郁美選手ですが、インスタグラムに投稿されたドライバーの動画は非常に綺麗なスイングで、やはり運動神経が良いことが見て取れます。3つ目の趣味はカメラです。近年カメラ人気が上昇し、カメラ女子という言葉もあるくらいですが、西岡郁美選手もカメラ女子の一人です。 SNS では自身で撮影したお花畑や名所の写真を見ることができます。自身でカメラ女子と言っているだけあり、その腕前はかなりのものです。どの写真を見ても構図からしっかり考えられており、その場所の魅力が伝わってきます。多趣味でプライベートが充実していることも西岡郁美選手の魅力の一つです。いかがでしたか。今回は西岡郁美選手の経歴を説明しながら、姉妹のことや恋愛事情についてご紹介しました。今後西岡郁美選手の活躍は競艇ファン誰もが待ち望んでいると思うので、今後の活躍に期待したいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。